皆さんこんにちは、はなちゃんです。前回は若野川まで画像で早送りさせたせいでほとんど動画が残っていないという悲しき事態になっているので、今回は長めに動画を長くしています。まあ自分の勝手ですけどね。ということで動画は再開です。この電車は外房線停留の千葉駅行きです。今回は途中の大毛でおりますが、いつか千葉駅まで乗り通したいです。今は内房線停留の若野川駅の列車は出ていないので残念です。立山駅ならあるんですけどね。まあ外房線の方が早いので仕方ありませんね。出た秘境駅なめかわアイランド駅、ここについては前少し紹介した記憶があります。まあ今更紹介する必要はありませんね。しかし自分も寝てしまったため終わりの到着後の映像からです。ここで東金線に乗り換えます。ここの通路は一度も通ったことはありません。これが初めてかな。まあ東金線を大回り経路に入れることはなかったですし、房総半島を大回り経路に入れたことがないので仕方ないですね。まあほとんど千葉からの直通でしか通ったことがないですし、お寿司ホームに上がってきたら列車がやってきました。こいつに乗っていきます。一気に飛ばして鳴門です。入ったと同時に総武本線の千葉駅がやってきました。接続は取ってくれるので急がなくても良いとは思うんですが、何故か急いでしまうんですよね。ということで鳴門到着です。ということで千葉駅に無事乗れたので、どんどん進みます。とりあえず大回りの規則によってこの電車の降りる駅は決まってますので、そこまで行きます。中風景とか撮り忘れました。内房線で力尽きたのかと言いたいぐらいですね。というわけで桜駅に到着です。ここで成田線に乗り換えます。その前に千万里の200休憩を見送りしましょう。快速がやってきます。たまには無言タイムが必要かと思って、ここはノーカットでいきます。というか水が飲みたい。喋り続けてるから喉がガラガラ。機械音声なのに。ということで成田駅に到着して、ここは成田線我孫子方面ホームです。乗り前ますが、今回はここまでとさせていただきます。最近5分だけ動画が多いと思いますが、
こっちとしては、時間を短くして、細数を多くした方が時間の、都合が良いんですね。なのですいませんがお願いします。あ、秋田の動画は10分ぐらいかもしれませんけど、同時並行で頑張って作っています。それではご視聴ありがとうございました。次回は成田線からです。